友達の家に泊まったらこうなったんです。確かに逆に 友達の家汚いみたいに言わない方がいいよね いやでもなんか毛布洗ってないみたいな言ってたんだよね。だからやばい、めっちゃ痒くて、なんかここがこっちがなんかめっちゃでかいの、ほらでかいよね、痒い、顔も痒いわ。めっちゃ点点点ってなってる、こっち。てかなんならここなんか一周しそうなくらい。でもここにすごいアップルウォッチつけてるんだよね。それは何か別に関係ないか。こっちにもかゆい体で、もう私かゆい話するとダメなんだよね。かゆい。いやでもなんかめっちゃかゆいってなって、12345678910個もあることある、11個あるわ。なんならここにもあるし、ここにもある。ちょっとエリちゃんに送る。絶対洗濯した方がいいよね。初めて見る出来物できてる。え、こっちがやばい、なんかめっちゃでかい。でもなんか友達の家がめっちゃね、木造なんだって。木造でなんかもう湿気がやばいみたいな、それ原因かな。なんか湿度やばいってめっちゃ言ってたので、めっちゃやばいって言ってるの。で多分今結構湿度やばい時期に泊まったからかな。うわー、そうなんだ、湧きやすいんだ。やばい、もう痛い痛い、痛くはない、かゆいの。もう寝てたら大丈夫だけど。除湿機あるらしい。あ、間違えた。湿気で湧きやすいのは仕方ない。私も初めてこんなんなった。逆にすごい、逆にすごいよね。多分毛布だって言って。めっちゃすごいね。薬局に売ってる？逆にすごいね。じゃあそんなことしてる場合じゃなくてもメイクしないといけないの、私は。やばい、めっちゃかゆい。もうわかる、見てわかる。無理、嫌なんだけど。アップルウォッチで隠すわ一旦。無比とかもない、私。じゃ寝てる時にめっちゃ書いたんだ、ここ。でもめっちゃ書いてる記憶ある、こうやって「かゆい」って言って書いた記憶ある。確かに足はね今んとこ大丈夫だけど、なんかかゆいところがある。
とヨーグルト持ってきていい？あ、今日の服はちょっともうあのいつもワンピースなんで T シャツとスカートにしました。ちょっと今日はラフに行きますね。牧場の朝が昨日までなんですけど食べます。でも私そもそも皮膚が弱いからこうなっちゃうのかな、わかんない。でもこの前の実家もそうだよね、めっちゃ痒そうにしてたよね。やばいやばい、絶対8時には出ないと間に合わない。でも台風大丈夫かな今日。あ、夜がダメなの？夜がダメなんだ。え、夜がダメ？わかんない、友達と会うなら どうしようと思ったけど、やばいんだ。本当にやばいかな、本当にやばい。もう夜来たらめちゃくちゃ怖いやんね。でも逆にお話し会に遅くなることかめちゃくちゃ危ないね。そう考えたら変化変止まってる？風もやばいのかな今。抽選のあれか今。
でも妹が普通に話しかやる予定なんだ。じゃあもう連絡来てないから、マジで合宿しないと眉毛めっちゃ黒い今。欲しい服があるからな、それだけ買って帰ろうかな。また服って思うよね。そうなの、また服なの。今日から発売だった気がする。違ったかな。今度はね、どんな服、どんな服、クレカは今停止されてるので使えません。私多分1回で満足しちゃう服ばっかりなの。でも最近は何だろう、安いからといって買うわけじゃなくなってきたから、物持ちがいいってのもある。いや、布面積はもう秋服なので多いです。普通にロンティー欲しいなって思ってるだけだから、もう秋に向かうよね。めっちゃ痒い。なんかすごいことになってる。こんな刺される。今なんかやっぱ並んでるわ。絶対ダニだねこれ。でもなんか私布団でも布がないと寝れないんだよね。1173日、ありがとうございます。確かに飛行機とか大丈夫なのかな。バスタオルってだって全然盛られてなくない。私戦争苦手すぎて全然触れてこなかったけど、なんかでも大人じゃないかもしれないけど、見るとなんかまた違うね。なんか何も理解できてなかったし、
戦争が怖いって思っちゃうから、電車大丈夫？電車は今のとこ大丈夫？まあ、怖いよね、そりゃそう、絶対怖い。でも電車取りやめの可能性ありって書いてある。取りやめ？私たぶんベッド窓際にベッド置いてあるから、基本日中カーテン開けて外行くのね。だから極力日に当たるようになってる。布団が急に第二の話になっちゃった。あ、テレビでやってる今、沖縄戦の記憶を訪ねてっていうのをやってるから出るけどね。私は戦争があまり得意じゃないのでやめましょうかね。目覚まし土曜日にしました。うん、やっぱマットレスとかもう干せないじゃん。だから窓際に置いてあってちょうどいいかなって思って。メガネにスピーカー内蔵ってすごくない？でも他人に聞こえちゃう？すごくない？メガネにスピーカーだって。スピーカーだからイヤホンじゃないからあれだね。そういうことだ。メガネにカメラついて怖っ。怖いよそんなの。もう怖っ、めちゃくちゃ怖いやん。骨伝導、何それ、初めて言葉聞いたわ。骨伝導？うわ、惜しい、悔しい悔しい。え、もうちょっと今日話変えればもう一回。 T シャツ着るんですけど、今日髪の毛何がいいと思いますか？ T シャツなら普通に巻き下ろし、やばい、もうダリの話で10分ロスしてもうやってしまった。
いや、やばいんだって今。めっちゃ時間なくて追われてる。ハーフツインは自分じゃできないからね。見たいだけって前やったし。前ってか、一昨日くらい。喋ってる暇ない。まあ、会場着いてからメイクしようと思えばできるけど。湿度やばいんだ。痒くてなんか全然寝れなかった。結構今年扇風機買わなかったな。もう夏が終わりのトーンで言ってるけど。ハンディファンは買ったけど、サーキュレーターでもよかったかな。でもどうせエアコンつけるんだったら。なんか顔まで痒くなってきた。うん、別にサーキュレーターも扇風機がなるよね。うんうん、ニトリのやってたよ。サーキュレーター兼扇風機みたいな。出ました。痒い話するとどんどん痒くなるよね。
おとなしく帰ってくるべきだね、これは。最近大雨もやばいよね、いろんなところ。なんか眉毛は全然上手に描けないんだけど、雨やだな。傘壊れちゃいそうだね。でも今めっちゃ青い空、めっちゃではない、青い空がちょっとだけ見えてる。気に強い髪の毛とか私には存在しません、もう全部無理。気に強い人とかいなさそう。かゆい。ないね、湿気に強いのは。湿気に勝てたことない。確かにパーマの人は勝ちだね。ビニール傘3本くらいあったのに、なんか人に使われたりして消えていくんだよね。あるあるか、ビニール傘だったら。
ってこない。例えば家泊まりに来たとして雨降ってるじゃん、なくなるもん。この前コンビニでもなんか言ってたよね。コンビニで行ったら、コンビニだっけな、どっか行ったら傘取り替えられたみたいな。コンビニだわ。あの一瞬のコンビニで、しかも家の近く、熱く、じゃあ西日本とか全然もう台風来ないんだ今日。東海地方もやばい。実家やばいかな。目覚ましじゃんけんとか懐かしい。じゃんけんぽん。男性って野球好きな人多いよね。
年齢関係ある、野球好きって。私もでもサッカーのルールはもう分かってない、野球の方が分かってると思ってたけど、実際のところはどうなんだろう。でも実際サッカーより野球が好きです。でも別に興味があるとかではない。高校の時甲子園はなんか好きだったけど、確かにドラマめっちゃあったよね、野球のドラマとか。確かに今そういうものもないからか。でも分かんないけど、最近のドラマとかってなんか青春ものみたいなのあんまない気がする。じゃない。すごいなんか力が飛んだ。若い子ってもうテレビとか見ないのかな。そんなことある、そんなことある。テレビくらいは見るでしょ。よし、なんか納得いく化粧じゃないんだけど、まあ一通り終わったかなって感じ。だから朝いつもなんか時間間に合わないんだよね。私朝得意だったはずなのになんか時間苦手。
手になってきた最近。全然納得いかないわ、なんか化粧。髪黄色いし、e スポーツか今の流行りは。ねえ、移動中早かったね、今回1週間でこれになっちゃった。めちゃくちゃ早い。痛そう、痛そうとかじゃない。お腹すいた。取れちゃうかな。ね、アイロン持ってても良さそう。キープしても私は意味ないね。キープが効いた時ってそんなない、私の人生の中で。
別にいらないかな。いや、いけるいける。8時に出ればっていうか、8時に準備終わればだから大丈夫です。本気じゃないです。ゆっくりやらないといけないから。着替えたらもう時間過ぎてる普通に。結局間に合わないっていう。結局走る未来が見えてるんで大丈夫です。どっちにしろ走るから。でも余裕持ってちょっと一本早いのにしてるから遅れても大丈夫。時間にあんまルーズじゃないタイプなので、起きる時間は結構ギリギリですけど。でも結構もう午前中には上の方行っちゃうんだ。なんか
けどお話し会はやるんだね。そういうのとか考えてるかな。絶対タクシーとかもなくなるやん。ちゃんと直撃だね。例えばだけど朝早い私たちができて遅い人できないってなるんだったら最初から延期とかにした方が絶対いいのにって思っちゃう。すごい、ひまわり。まあこっちは持っていくか。とりあえずだけでいいや、持ってく。よいしょ、はい、完成。ということで出発しなければならぬのでランキングを見ます。13位ペラペラチーノさん、12位リョータットマーク鳥ももしさん、11位清水さん、10位クロキャットマーク話し書いてらっしゃい台風どっか行けーさん、9位まぼるしさん、8位テルキチャットマークうなとりどんぶりさん、7位今日も朝から安定超かわいいお話し会よろしくね YK さん、6位ケンセンマキシさん、5位ゆうきさん、4位やすんさん、3位イナジアットマーク生涯応援するよさん、2位中山フェスタさん、1位ロロさんです。ありがとうございました。ということでできます。またお話し会でお会いしましょう。